塚原体操センター代表取締役塚原光男、アテネオリンピック金メダリスト塚原直也、バディ塚原体操センター落選式ハサミが入ります。はい、見事に入りました。テープカットの大きな拍手をお願いいたします。本日はバディ塚原体操クラブのお披露目でございます。いや、ほんと素敵。いや、これは集中的に練習できますね。数年間大変な思いをされたんだと思うんですけども。そうですね、私たちよりも選手が大学を借りたり、4月から日大とか東京とか仮の施設とかで練習してきましたので、まあやっと本拠地ができたなということで、まあ選手も喜んでますし、私たちも非常に練習場ができたということで喜んでます。この体育館に込められた思いっていうのは、宮川紗英事件で塚原さんの、もう世界の塚原の名前が怪我されてしまったという思いがベースにあるのかなと。あまりね、それはまあ人生ね、いいことも悪いこともあるんだから、まあそのね、ちょっと落とし穴の一つだったと思うんだけども、まあ、そのことはでっていうことはないです、別に、はい、我々がやってたやることは昔から一緒で、体操を愛好する子どもたちにどんどん体操を教えてあげて、その中からそういう才能ある選手がオリンピック目指して頑張る、そういうもののお手伝いをしていく、この姿勢は全然変わってませんから。そうです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。社長の人と体操なんだ。私たちと主人と2人だったら、おそらく白が出た時点で、第三者委員会からね、はいはい、第三者委員会で白が出た時点でやっぱり記者会見をして、名誉毀損で訴えたかもしれません、ただね、私は選手は可愛いので、選手を相手にできたかどうか分かりませんけど、やっぱりそれぐらいの悔しい思いはあります。それにやっぱりあの段階ではまだ朝日生命体操クラブっていう形だったから、その看板もありますからね、私たちだけでは行動できなかったですね。でも今考えるとやっといろんなことを決着をつけるべきだったなと思います。